おはようございます。今日はですね、2017年4月の5日、15時47分です。おはようございます。ケピー、あ、ケピーさんお疲れ様です。お、リコリコワドス、ヒカルさんこんにちは。みんな楽しんでってください。お疲れ様です。テル空港向かっちゃった。オッケーオッケー、テルにはすげえ世話になった。お疲れっす。みなちゃんこんにちは。みんな楽しんでってください。いやね、ホテル出て11時、おーにゃこハートありがとう。音と映像大丈夫かな。音と映像大丈夫ですか。音声と映像問題ない。さ、ぐのこちょ、あ、ありがとうございます。キューピーさんありがとうございます。大丈夫みなちゃん、 OK ですか。11時にこんにちはポニーさん、どうもどうも。11時にホテル出て、でカフェを探したのよ。とりあえず、おー、こうちゃんさんワドツー、いきなり花火ありがとう。ポニーさんもバーガーありがとうね。ありがとう、いきなり花火。本日一発目の花火です。ありがとう。うん。ねえ。タバコ吸いたいんだけど、もう、マクドナルドもどこも、タバコ禁煙なのよ。で、なんだっけ、国際通りの奥まで行って、笹井さん、こんにちは。はじめまして、ワドです。ね、奥まで行ったんだけど、それでもダメで、A&W、 おー、すみれちゃん花火ありがとう。すごい、ありがとう、いきなりみんな。まだオープニングトークしてないよ。いいの？まだ、なんかプレッシャーかかるね。俺の配信スタイル、面白かったら花火投げるっていうスタイルなんで、先にね、アイテムもらっちゃうとね、余計面白い話しないとと思って。プレッシャーかかっちゃうけど、嬉しいです。花火ありがとう。うん。うん。要は、落ち着いて、こう喋れるところ探してたの。雑談ができて、喫茶店みたいなところ。で、探してたんだけど、なくて。そうそう。うん。はい。サクッとはいらっしゃい。うん。あ、グノコちゃんありがとうね。気遣ってくれて。うん。気持ちを組んでくれるとありがたいです。お、アリス、おはよう。で、もうね、2時間3時間ぐらい電波とお店と探してもうダメだと思って、で、テルが国際通りにいるよってリスナーさんから情報来たから、あ、戻らないとと思ってぐる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 歩き回ってて、もう T シャツ3枚目そんな感じでした、今日は。まあみんな盛り上がってこう、楽しんでこうね。やばいんだけど、調子に乗ってさ、沖縄で遊びまくってお金使いすぎだわ、俺。とんでもないことになってるよ。こんにちは、さやちゃん。今日、女子率高いね。今日平日だよね。今日平日でしょ？なんかすごい女子率高い。女の子が多いね。ナノさん、どうもお疲れっす。暑いよ。ただね、東京と違って、湿度があれだから、湿度が高い感じの暑さだから、いい感じの暑さだね。カラッとしてて。水曜日だよね。いやもうさ、俺、子供の頃から皮膚がすごい弱いのよ。もう手かぶれちゃってブッツブツ。ちょっとわかりづらいかもしんないけど、もう全身汗もで。で、風邪もひいてるでしょ。もう体調絶不良、不調よ。汗もだらけなの。こことか、かぶれちゃって。ちょっと見えないね。こことかもかぶれちゃって、ここ。アトピーみたいになってて。もう、すごいよ。汗なんか、もう、水分、初日なんか特に暑くてさ。ペットボトル何本ぐらい飲んだかな。ペットボトル10本ぐらい本当に持ってなくて普通に飲んでる。で、こっちに来るとね、ペットボトル平均ね、起きてる時間だけで、どれくらい飲むだろう。7本とかやっぱ10本とか飲んじゃう。天気やばいね、沖縄ね。天気すごいやばい。なんかね、俺は、ツイッターでイケメンハッシュタグつけて、ギャグでやってるの。おはようっておやすみっていうツイートやってんだけど、写真は一切スノーとか加工はしてないのよ。
だけどイケメンイケメンって言ってくれて、あの写真で勘違いをした女子が増えてると、あれワドって本当にイケメンなんじゃないのみたいな。モリモリにしたね、角度下げて頑張ってるんだけど、人間って角度でだいぶ変わるでしょ。そしたらあれワド意外とかっこいいかもみたいな、本当に勘違いしちゃってる。あのシリーズ好き？いいねボタン押してよ、ちゃんとコメントも書いてよ。イケメンじゃないよ全然。俺は自分の顔はイケメンだとは思わない。ただね、おばあちゃんにはモテるね。あの70歳とかの人にはすごいもん。おー、花火ありがとうございます。キューピーさん、いきなりの花火ありがとうございます。すいません、あのおばあ様にモテます。2発目ありがとうございます。イケメンかな。なんかね、あの俳優さんみたいってよく言われる癖のある顔、あの癖のある、なんか男が好きな俳優さんとかあるじゃん。テルもそっち系だよね。3発目ありがとうございます。あ、本当にヒカルさん嬉しいわ。もしよかったらフォローして。アンツさんいらっしゃい。86名さんいらっしゃい。4発目花火ありがとうございます。タバコ大好きよ。愛煙家なの俺。タバコは一生やめない。そうだね、濃い顔だね。これ切れ長の、おーすごい、キューピーさんやばい。5発目花火ありがとうございます。花火連発ありがとうございます。すごい濃い顔だしな、切れ長の一重っていう、昔の日本人の顔ね。クゲ顔って日本人にしかいない顔なの、この一重は。ありがとうございます。7発目ありがとうございます。8発目かな。中見さんいらっしゃい。ワイルド、俺全然自分がワイルドだとは思わないけど、好きな人は好きな顔らしい。9発目ありがとうございます。すいません、花火9発目ありがとうございます。キューピーさんいつもありがとうございます。10発目ありがとうございます。10発目ありがとう。プチさんこんにちは。初見さんかな。プチさんは初コメかな。あんまり見ないサムネだね。もしよかったらフォローしてください。おおすごい、11発目ありがとうございます。11発目ありがとうございます。かっこよくない？もうハゲてんだよ、おっさんですよ。31のいい年です。でね、今日髪切ろうかなとか思ってて、どっか美容室で。アッコさんこんにちは。どうも。画質悪い？今日画質悪い？みんな誰も画質悪いって言ってないよ、サクッとら。誰、どうしてだろう。花火たくさんありがとうございます、皆さん。オープニングなのに嬉しいです。やばいんだけど、俺沖縄に来てさ、旅費とか含めて全部で、こうちゃんさんありがとう。こうちゃんさん2発目ありがとうございます。初見さん楽しんでてください。あ、プチさん初見さんなんだ。もしよかったらフォローしてください。バガありがとう。まゆ、画質いいよね。入り直すといいかもよ。入り直すと、あとはスマホで見てる人は、あの画質の設定を変えるといいと思う。みんなアイテムたくさんありがとう。初コメか、初見じゃなくて。フォローはしてくれてる？もしよかったらみんなフォローしてね。113名さんいらっしゃい。画質はいいと思うよ。高画質でできてると思うよ。ありがとうございます。お気持ちが嬉しいです。あいつも潜ってたんだ。あのね、来てくれた時だけワド2って打ってくれると嬉しい。誰が見てるか分かるからさ、今日どんなトークしようかなって気分が、こうお客さんを見てさ、リスナーさんを見ながら、やっぱ今日のトークこんな感じ、このメンバーがいるならこんな感じかなとかできるから。あ、ナノさんありがとう。マックスなんだ。なんだろうね。俺32だよ。キューピーさんいつもありがとうございます。ありがとうございます。沖縄ね、もでもね、もうそろそろ帰ろうかなと思ってる。もう体調が治んないのと、皮膚のかぶれで薬塗らないとこれダメだから、病院行こうと思って。ぶっつぶつ、ちょっと画面だと伝わんないかもしれないけど、もう全身汗もになっちゃって、皮膚弱くて、痒くて痒くて。テルジャンミン今日帰るよ。最高設定にした。エリンちゃんいらっしゃい。綺麗なサムネだね。本人なのかな。美人さんが来たね。沖縄楽しいね。やっぱね、でもね、俺テルと旅ができたっていうのは嬉しかったね。やっぱりその戦友だから、ねえ、生意気なところあるけど仲間思いだし、冗談もわかるし、気も使えるし、あいつは戦友だからね。あいつには負けたくないな、今後。
やっぱライバルだな、今の。俺の一番の今のライバル、テルかな。テルとドルさんかな。この二人かな、今意識してんのは、正直言うと。日焼けもある。あ、皮膚がね、子供の頃からステロイド使ってたから、人より薄いのね、皮膚の膜が。あんまりステロイドなんかを使わない方がいいよ、みんな。子供の頃から使ってるのに、皮膚が薄くなって、ボロボロになってくの。男の友情だね。おー、リンさんありがとう。アイテムありがとうね。楽しんでって、ちょっとの間でも。いや、最高だよ、本当に。バドチャンピンが見てて面白かった。なんか映画みたいだったよね。二人で車乗って海行って釣りやって、映画みたいだった。本当に楽しかったよ。かっこよかった。テルもあれだよね、あの女性っぽいイケメンじゃなくて男らしいかっこいい男だよね。なんか急にね、人気出てきたんだよ。あいつはでもまあかっこいいと思うけどな。でも25には見えないけどね、ちょっと老けてるよね。捨て頃からね、見てくれた人たくさんいるから嬉しいよ。捨て頃からワドを見るようになったよって、すごい言ってもらえる。出てよかった。もう本当に痛かったけど。おー、まゆちゃん、花火ありがとう。家族で見てるの？家族で見てる。花火ありがとう。初めてワドツって言った？ワドツ、さくらんぼいらっしゃい。うん。私はワドさん派？じゃあね、ワドを推してる人はぜひワドウ旅団ってコメント書いてください。ワドウ旅団のメンバーはね、アットマークワドウ旅団ってこの赤い顔文字と一緒に入れて、コピペするといいよ。コピペすると。スワッチに書いてあるから、ワドを推しの人はアットマークワドウ旅団って書いてください。一緒に旅していきましょう。テルチャンピンね、肌ね、赤焼けしちゃってる今。クリーム塗らないでね、海ばっかり行ってたから、俺海1回か2回しか入らなかったんだけど、ヘルはね、赤焼けしちゃってる。俺はもうクリームガンガン塗った。肌は痛くないの。でもテルは背中とか真っ赤で痛いって。クリーム塗らないダメだよ。赤焼けしてさ、火傷しちゃうから。え、結局ヒカルくんは来んのかな。捨て頃の打ち上げからか、焼肉の時かな、便所太郎さんとの。和道旅団、そうっすね、和道旅団です。キューピーさんありがとうございます。そう、和道旅団。雑音する？どう？音声と映像どう？雑音、まあちょっとね、街中だから騒がしいかもしれないけど。来る？あ、空港にいんだ、もう。空港にいるんだ。夜の8時ぐらいだ。はいはいはい。じゃあ、あと何分ぐらいだろう。あと4時間後か。あ、本当に？結構かかるんだね。東京からね、2時間半だったけど。多分、サクッとらの方の電波だと思う。そっかそっか。おお、おーちゃんすごい。3発目ありがとうございます。こーちゃんさんありがとうございます。すっげー、初見さんですか、こーちゃんさんは。サムネが見たことないけど、男性の方で、こーちゃんっていう小手半はあったけど、サムネ変わったのかな。ありがとうございます。すいません。ほやもかわい、ひかるくんかわいがってるし、やっちゃんもかわいがってるから来るっしょ。121名さんいらっしゃい。楽しんでってください。こうちゃんさんかっこいいね。かついね。喧嘩強そう。喧嘩めちゃめちゃ強そう。で、一回東京に戻って、新宿で風邪と、この皮膚治したら沖縄じゃない。お金貯めて、あそこ行こうと思ってる。お金が貯まったら大阪行こうと思ってる。ああ、そっか。リアトツのコウちゃんか。コウちゃん、リアトツのコウちゃん？もしかして。そうだ。おととい、昨日か。おとといか。昨日か。30万使った。
30万。お、和道旅団ありがとう。さよありがとうね、和道旅団。バカありがとう、りんちゃん。うん、また来てね。イケメンじゃないよ。もうちょい痩せないとね、来年のスゴロまで、頑張らないと。あ、沖縄のコーチなんか。ありがとうね、コーチさん。いいのに気使わなくて。これから就職決まるんだから。もうやばい、カツカツだよ。カツカツだよ。30万使っちゃったよ。ちょっとやりすぎ、合流しよう。よくよく考えたらさ、1回の食事で2万5千とか行きまくってたもんね。まあ、テルがおごってくれたり、俺が出したりとか、なんか交互にやってたけど、それくらい行くよね、やっぱり。えぐいよね、ちょっとね。頑張るね、ありがとう、こうちゃん。たくさん。気使わなくていいかんね。頑張ってよ。こうちゃんもう友達だから。仲間だから、沖縄来た時また会おうね。いや、みんなのおかげだよ、本当に。みんなが応援してくれてたからさ。なんか悪いね、こうちゃんに。ありがとう。でもなんかいいね、こうやって地元の人と触れ合っていくとさ、いいよ。沖縄の人みんなあったかかった。うん、現地の人も。テルはね、もっと使ってる。いや、あのね、多分ね、テルはもっと使ってない。なんでかっていうと、俺高いアクセサリー買ったのよ。これこれと、これ使ったから、あ、野菜アイテムありがとう。無料のアイテムもしよかったら投げてください。よろしくお願いします。ごめんなさい、なごみさん、ごめんね。伝わると嬉しい。なごみさん、ごめんね。伝わると嬉しいです。はるかさん、初見さん、ありがとう、初見さんなのにアイテム。頑張ります。ハートありがとうね。もしよかったらフォローしてて、楽しんでってね。延長チケットゲットありがとう。みんな、無料アイテム配られてるんで、無料アイテムもしよかったらバンバン投げてください。延長チケット、1回50円がタダでもらえるんで、無料のチケットぜひください。そっか、明日ヒカルくんとやっちょが来んのか。なんで荒野一緒に来なかったんだろう。別行動なのかな。別行動。今知った？なんか夏アイテムっていうのが出たよ。野菜？夏野菜。夏野菜があるね。新しいアイテム。夏野菜は、トマト、ナス、キュウリ。トマト、ナス、キュウリだね。おい、くみたん、いらっしゃい。今日何日目だろう？もう1週間以上いるね。どれくらい経つんだろう？何日滞在したろう？ちょっと覚えてないわ。何日だっけ来たの。 28? おケーキありがとう、まやちゃん。アイテムありがとう。28かな。どれくらいだろう。多分28。うん、国際通りだよ。水木さん、地元沖縄の人。ホテル代は全部青山が出してくれた。ホテル代は多分相当いってると思う。青山のリスナーさんが出してくれたんだよ、正確に言うと。和道の分もって言って、多めに振り込んでくれたらしくて。ホテル代高かったよ、だから。うん。カズさんどうも。昨日すごい奇跡が起きて、カズさん、沖縄の人なんだけど、お店のプラッともう地元しか行かない人が行く店に行ったら、なんか知り合いが映ったんだって、ここに。で、あれ誰誰ってなってて。運命だよね。そんなことって起こる？普通。なかなか起こらないよ。テルチャンピンリスナーエグいよね。だってさ、テルチャンピンなんかさ、本当に半年前なんか、6万とか9万しか稼いなかったんで、1ヶ月。ほんと苦労人で、仕事しながら旅を続けてた。うん、おう、くもんりゅういらっしゃい、おはよう。それなのに今じゃ100万円だぜ。月収。えぐいよね。北海道だけど。あ、そうなんだ。いいね。久々の沖縄楽しんでって。
俺日本全国旅知ってるから。はや。エルはでも頑張ったね、頑張って諦めないで夢を捨てなかったからね。いいっすよ、国丸さん。国丸さん OK っす。いいっすよ。あ、ごめんなさい。ちょっと自分の都合でこのコメント消させていただきます。すいません。ぜひぜひ会いに来てください、国丸さん。みんな沖縄だね、仲間たちが。大阪の時リアトツゼロだったんだ。まあやっぱリアトツは知名度ないと来ないよ。何年も何年も頑張って、新八丁とか金梅さんだからどうも、リアトツやんなくても街中で声かけられるけどね。すごい有名人だから、うわーって叫ばれるよ。138名さんいらっしゃい。まずに沖縄行くんだ。あのよかったらこの旅の動画で参考にしてどこ行こうか。カニパン最高だよ。沖縄超いい思い出になった。北海道行くよ。その時リアトツして。俺リアトツ1万人の旅っていうのをやってて、日本全国に今まで応援してくれてるリスナーさんとかにこう感謝を伝える旅っていうのをやってるんで、今97人のリスナーさんに会いました。もしよかったらリアトツしてください。カニパン風船ありがとう。やっぱスタバの溶けるの早いな。もうぬるい。すごいよ、氷が5分で溶けてぬるくなる。あ、そうなんだ。もしよかったらね、 Facebook とか Twitter とか LINE でつながっておいてください。そしたらあの北海道行った時連絡取り合えるでしょ。一番いいのは LINE。 俺がおすすめするの Twitter とかフォローして、 DM とかあんま見てないから LINE を登録しといて、ね、北海道来た時に連絡ちょうだい。ポンさんいらっしゃい。風船ありがとう。ポンさんさんね、かわいいねこれ。お、ドラゴンさんだ。ドラゴンさんいらっしゃい。いや、よくはしないよ。捨て頃をやってた時は、最後の1ヶ月は、1週間に1回とか、東京にいた時もずっとトレーニングつけてもらってたね。どうしたん、くもんりゅう。なんかあった、ドレさんと。あ、LINE ぜひぜひ。おー、キューピーさん花火ありがとう。まゆちゃん、全然 OK だよ。バガーもありがとうね。で、プロフィールページにルールが書いてあるんで、LINE とか Twitter とかフォローする人は、ぜひ、見てください。ふわっちのプロフィールページに LINE 書いてありますので、その時にふわっちから来た〇〇ですって小手半を書いてください。花火2発目3発目ありがとうございます。花火3発目ありがとうございます。すいません、いつも。すげえ、キューピーさん。そうそう、聞いた聞いた。夜の8時であって。14発目花火ありがとうございます。すげえな。14発目ありがとうございます。ラテンモンさんいらっしゃい。東京行ったらドレさんに遊んでもらう？東京、俺、あれだよ。別に俺も東京住んでるから、クモンリュコラボしようよ。15発目ありがとうございます。150名のリスナーさん楽しんでいってください。キューピーさんいつもすいません。ありがとうございます。16発目ありがとうございます。みんなもたくさんアイテムありがとうね。みんなもありがとう。キューピーさんもふわっちで配信してるので、もしよかったらフォローしてください。悪魔のキューピーさんももう4年前からニコ生で超有名な配信者で、すごくいい人なんで。ねえ、連絡ちょうだい、くもんりゅう。たつひこおはよう。今日仕事休み？なんか頑張ってるらしいね。最近電波がなくてさ、沖縄電波弱くて放送見れてないけど、ありがとうございます、キューピーさん。お、リンゴ山だ。いらっしゃい、リンゴ山。花火ありがとうございます。ぜひぜひ。20発花火ありがとうございます。合計20発の花火ありがとうございます。いつもありがとうございます。うん。くもんりゅうさ、LINE やってる？ LINE やってるんなら、俺のプロフィールページに URL があるから、くもんりゅう連絡ちょうだい。くもんりゅうって25だっけ？テルと同い年だっけ？
近場とかは、あの、松山っていうところらしいね。松山。松山です。おー、かっこいい。いやね、今年24だ。テルの一個下だ。テルとそんな変わんない。年齢。テルが25だから今年。あ、そうなの？え、ドルさんが OK 出したの？うん。ねえ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 。クモンリュウだって最近結構よく見に来てくれるの。大丈夫なお前、クモンリュウ。ドルさんめちゃめちゃ強いぞ。怪我するぞ。俺も相当ボコボコにされたから。これパソコンで放送やってんの。俺の子供の頃そっくりだ。あー、キューピーさんありがとうございます。21発目ありがとうございます。大丈夫？ほんと強いかんね。怪我するよ。なに、電池なくなったの。22発目ありがとうございます。すげえな。やば。22発目ありがとうございます。23発目ありがとうございます。クモンリュウ何、喧嘩自信あるんだろうね。やっぱり。でも、本当に甘い世界じゃないよ。体重差全然違うし。身長も違うから。うわ、すげえ。24発目ありがとうございます。おー、ワズツー、ソソさんおはよう。175名さん、ありがとうございます。無料アイテムありがとう。無料アイテムガンガン投げてください。28発目ありがとうございます。すいません。本当にいつも。29発目ありがとうございます。ありがとうございます。キューピーさんいつもすいません。すげえ。30発ありがとうございます。花火ありがとうございます。スピードと避け感あるだけでテクニック皆無。あのね、無理。絶対無理。30発目ありがとうございます。無理。あの、無理。テルですらやらせてもらえなかったから。スピードと避け感は、あの、身長と体重が、おお、すげえ、え？ありがとうございます、キューピーさん。今何発目？ 30 発ありがとうございます。いや、ニヤニヤ止まんないでしょ。ありがとうございます、キューピーさん。え？キューピーさん何発投げてる？これが30発目かな。何発か分かんなくなってきた。30発ありがとうございます。すいません、いつも。あの、クモンリュウね、あの、避け感と、あの、スピードすごく大事なんだよ。むしろ、それが全てぐらいなんだよ。で、自信あるかもしんないけど、あの、ドレさんとやっても無理よ。あの、やったら分かるけど。一回やってみた方がいいんじゃないの？その代わりあれだよ。反則とかダメよ。うん。悪魔じゃなくて和道のキューピーになってる。失礼なこと言わないの。ありがとうございます、いつも。皆さんフォローしてください、悪魔のキューピーさん。よろしくです。反則はしない？フェアプレイで勝とうとしてんの？まあやってみるといいよ。やった方が強くなると思う。捨て頃出たいんでしょ、要は。気持ちの問題で気持ちがでかすぎる。気持ちがでかすぎるでしょ。ありがとうございます。あのね、クモンリュウね、でもやった方がいいと思う。本当に上がいるんだって。才能だけじゃなくて、とことん努力しないと勝てない人がいるんだっていうのを見た方がいいよ。53歳であの人はもう化け物だから。あ、そう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 、本当にそう。楽して痩せようって考えがデブさんの言う通り、本当に。あと、達彦さんにも勝てないと思うよ。達彦に、俺には勝てるだろうけど。お前は俺には勝てるだろうけど、あの、達彦さんにも勝てないよ。タチュめちゃめちゃ強いから。強くなりたいんだ。あ、いいよ。じゃあ、そのガッツはいいよ。ドレさんが OK 出したんだろ？行きな、行きな。俺も行くよっていうか。
俺も行く。捨て頃ってね、あの捨て頃和道で YouTube で検索してみてください。ヒロさん、あの配信者って僕らみたいな仕事にしてるプロの配信者が集まって殴り合いやったんですよ、ムエタイルールで。もう1ヶ月ぐらい経つかな、1ヶ月前にやったんですけど、でそれの旅行なんですよこれ。もしよかったら捨て頃って書いて YouTube でスペース入れて和道って検索してください。平和の輪に道で和道です。平和の輪に道路の道、和道です。捨て頃お遊戯よりひどいじゃん。そう、うん、俺は熱中症で倒れたんで弱いです。あ、倒れたか、うん、頑張りなくもんりゅう。あ、そうなの、強くなりたいんだ。だったらドレさんのとこも付きっきりで、俺もドレさんに教わったけど、だいぶ強くなったよ。あんなみそかすだったのに。和道の由来特になくて、和道っていう響きが可愛いなと思って、そこに感情を当てた感じだね。お、前田もいらっしゃい。風船10個ありがとう。ハートもありがとう、ハート2個。こんにちは。こんにちは。おほほほ、ありがとうございます、リアトくん。ぜひ、座りください。映ります？いや、いいです、いいですか、はい、国丸さん来てくれた。びっくりした。あ、じゃあですね、国丸さんは、98人目のリアドル。あ、1万人かなんかやってるんですよ。シャープ98です。タバコ吸います？あ、吸わないですね。ありがとうございます。沖縄の方なんですか、国丸さん。そうですね、一応沖縄で。長いですか、もう。いや、4年とかそんな、ずっとあっちの愛知の方。ああ。沖縄はそんな長くないですか。なんで沖縄に住もうと思ったんですか。いや、親がいるんで。あ、ここ、家この辺なんですか。あ、そう。じゃあ昨日も会いに行こうかなと思ったんですけど。はい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 。酒飲んでたんで、居酒屋かなんか。ベロベロンでした。キュウさんありがとうございます。31発目ありがとうございます。キュウさん。ニコ生は、ニコ生は、もう結構見てました。やってました。あ、やってました。何でしちゃったんですか。7年ぐらい。誰も知らないんですか。気づいてないんですか。大先輩だ。ありがとうございます、花火。33発目ありがとうございます。何配信者だったんですか。いや、普通に雑談とか。はい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 。人は全然いなかった。厳しいですよね。で、フワッチもアカウント作って、昨日。やりましょうよ。今コラボしましょうよ。そしたら、ワクワクしますよ、多分。今、和道にリアクション。いいっすよ。せっかくなので。あとで、コメント打ってください。あ、そしたら、あの、まだいるんですか。ほんで、雑談者、配信者の顔出してください。お座ってください。国丸さんでーす。今後は何配信やってくるんですか。今後は、いや。グダグダです。グダグダ。いや、趣味とかあるんですか。趣味は特には今は。広げろや、雑談配信者なら。振り続かねえぞ。花火ありがとうございます。国丸さんです。すごいっすね、花火。毎回思うんだけど、上の方花火がバンバン飛ぶから。やばいっすよね、今。すごいっすね。だってニコ生の時から考えると、配信でお金稼げるなんて夢みたいですよね。全然もう思ってないですもんね。すごいですね。1円でも出てきたら小好きですもんね。もう風船2個もらいましたけど。じゃあ小好きっすよね。 0.8 円ぐらい入ってますポイント。あ、また、うん、国丸さんだよ、にゃこさん。コメント打ってくださいよ、国丸ですって。あ、今ないですか。そしたら多分フォローしてくれますよ、みんな。みんな沖縄来たがりますね、なんか。やっぱいいっすもん、沖縄は。出身が沖縄で愛知に住んでたんですか。そうです。うん、5発、キューピーさん40発打っていただいて、こうちゃんと、ちょっと待って、今花火が45発で、キューピーさん40発打っていただいてて、コメント打ちました。コメント、国丸さんぜひフォローしてください、皆さん。ね、こうちゃん、まゆちゃん。こうちゃん、まゆちゃん。ちょっと待ってね。こうちゃん、まゆちゃん、すみれちゃん、うん、に打っていただいてるのかな。
ありがとうございます。おー、すげえ。花火ありがとうございます。誰だろう。おー、直人さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆さん、国丸さんフォローしてください。フォローありがとう。せっかくなんで、仲間の輪を広げていきましょう。日本全国に。まだ投げましょうか、花火。マジっすか。じゃあ、お願いします。全力でいただきます。頑張ります。直樹さん、ありがとう。頑張ります。もしよかったら、初見さんフォローしてってください。今日か、いつかまだ秘密なんです。あ、まだ秘密。はい。まだ秘密なんです。でももうそろそろラストです。あ、はい。だから、ぜひ沖縄の方はリアドしに来てください。沖縄の方います？お、いや、すごいっすよ。昨日の夜なんか、もう沖縄リスナーさんが6人ぐらいで、地元トークですよ。やっぱいるんですか、はい、しかも閲覧40だったんですよ。40? 朝方。40で6人沖縄のリスナーさんで。みんな方言使ってる、僕だけコメント読めなかったんですよ。自分方言わかんないです。わかります、まあ、全然わかんない。あ、わかんないですか、はい、なんか結構、離島の方も見てるらしくて。北海道行くよ。おー、和道旅団入ってくれたの、サクトラ。ありがとう。うん。キューピーさんが気になってしょうがない。ザクロちゃん、こんにちは。おはよう。楽しんでってね。うん、ヒカルくんが何時って言ったかな、夜の8時に来る、ヒカルくんと金馬さん。あ、金馬さんじゃない。新やっちょ。やっちょです。で、明日こうやってるみたいです。あ、そうなんですか。はい。行きます、エリアと。いや、この辺来れば。多分この辺遠いとか行かないですけど、この辺来れば。この辺多分来ると思いますよ。さくらちゃん、こんにちは。結構来てますよね、名前四国際通り見てると。はい。なんか定番みたいになってきますよね。リアドツマツの。そのパルパルとか来ましたね、ドンキーも。今回の旅行、パルパルも誘ったんですよ。あ、そうなんですか。来なかったんですよ。金がないっつって。キューピーさん、ありがとうございます。今日、今夜も今日来る。あ、そう、去年、ももさん、ももさん知ってた。大物なんすか？いや、ちょっとこの。あ、はいはい、ももくんと。もう、はい。で、会いました。マジっすか？はい、ここに向こう側の席でやってました、もう。ここいいっすよね。キューピーさん、ありがとうございます。沖縄っすよ、桑田さん。北海道に行くって言ってたのに、ごめん。捨て頃終わったら北海道行くって言ってたのに。桑田さん、ごめん。北海道必ず行くから。その前にね、ちょっと大阪行かないといけないですよ。キューピーさん、ありがとうございます。すげえ。キューピーさん、ありがとうございます。キューピーさん、すごいよね。ありがとうございます、キューピーさん。充電しようか。沖縄の車車載配信とかめちゃめちゃ重要あると思いますよ。海で雑談とか釣りとか、なんかそういう、なんか沖縄に住んでない人がやっぱすごいすごいって。あの、アクークローでしたっけ、夕方、夕暮れ。わかんないっす。なんていうんですか、夜が迫ってくるような夕方じゃないですか、太陽がこう海に沈んで。ああいうのとかもみんな感動してましたもん。それを映して映して。愛知とかの都会じゃないですか。そうですね。だから、なんかこう、ちょっと離れたところとか行くと、みんな喜びます。お、もんちゃんまたつい。ありがとうございます。おー、まゆちゃんもありがとう。うん。まゆちゃん、ありがとう。ね、隠れリスナーだもんね。いや、のんちゃん、すごいいただいてるんだよ、花火。俺、今、マンスリーランキング何位だ？しよう。俺がさ、マンスリーランキング50位ぐらいだったじゃん、今まで。マンス、おっ、ちょっと待って、やばいんだけど、みんな。奇跡なんだけど、セナさんは2、セナさんも沖縄じゃなかったっけ。マンスリー8位なんだけど、やばくない？今、ふわっち配信者の中で8位だよ、月間ランキング。月間ランキング8位だよ。やばくない？花火ありがとうございます、皆さん。やばいよね。
なんか飲みます？あ、いいっす。出しますよ。ドンキーとか。ドンキー飲み物かい。うん、なんかおごりますよ。せっかくなんで。あ、じゃあ僕雑談やってるんで、お願いしてもいいですか？え、雑談ちょっとやってるんで、注文お願いしてもいいですか？注文、ああ、いい。はい。あ、おごれないです。おごります、おごります。さすが。これと、ちょっと待ってください。1500円で多分足りると思うんで、なんか好きなのを、ね、飲んでください。ダークモカチップフラペチーノの、ダークモカチップフラペチーノの、ベンティ、一番でかいので、ベンティ。一番でかい。ダークモカチップ、ダークモカチップフラペチーノの、ベンティで。うん。お、和道寮団みんなありがとう。今日はこれでありがとうございます。皆さん、キューピーさんフォローしてください。ありがとうございます、キューピーさん、いつも。ありがとうございます。いや、キューピーさんのおかげっすよ、ほんとに。うん。青山30万、俺30だよ。青山結構使ってるんだな。俺も30。だってもう、いや、33ぐらいかな。もうとにかく10何万しか残ってない。いや、下手したら35万いってるかもしんない。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って、マジか。34万34万使ってる俺。アホだな。人生で給料なくなったら50万稼いだけど34万使ってる。アホだな。お土産にね、7万ぐらい使ったかな。お土産に7万ぐらい使った。アホだな。アホ。ホテル代抜いてか。まあまあまあ、そうだね。おー、パフェありがとう。やばいよね。トップ8だよ。あー、1位とかになったらもう感動するだろうな。1位はまあ無理だろうけど、700万とか稼いでるからね。うん、頑張って稼ぐよ。うん、みんなも応援よろしくね。うん、そしたら日本全国行けるからまた。みんなのところに。ただね、ちょっとね、今回はガッて使ったけど、今度から節約します、ちゃんと。漫画喫茶とかに泊まったりとかして。豪遊はたまにしようね、豪遊は。今回は捨て頃と、あと、配信4周年を記念して。まゆちゃん、ありがとう。そうだね、どっちも同じくらい使う。だって一緒に行動してたんだから、同じ飯食ってたんだから、やっぱそれくらい使うよ。ただ、あいつは100万稼いでるからな。あいつは100万稼いでるんだよ。ああ、30万なんか痛くもかゆくもねえから。違う、あいつ、俺、ふわっちで100万だったじゃん。それ以外に個人的な振り込み入れると180万稼いでたんだって。やばくない？あいつの収入俺50万なのよ。じゃあ、俺、70か。俺70万であいつ80万だよ。やばいよね。どんだけ勝ち組よ。引くでしょ。だって沖縄到着して、皆さん銀行振り込みお願いしますって言って、その日に入ってた額が17万かな。17万個人口座に入ってて、で、うわーやったーとか言ってて、羨まーとか思って、で、その後金全部なくなっちゃって、17万、3日後ぐらいに。そしたらまた個人口座お願いしますって ATM の前で正座配信やってたの。 ATM の前で正座をするっていう配信やってたら4万円振り込まれてたの。だから沖縄来るだけでもう20万もらってんのよ。やばいよね。どんだけだよ。いや、でも、やっぱりね、努力してるやつは勝つんだ。青山の努力は素晴らしい。でもね、俺もね、いろんな人と出会えたから、これから頑張るよ。超頑張る。
たんありがとう、くみたんありがとう、くみたんありがとうね。ホテル代も全部俺の分も出してくれたよ。あ、ありがとうございます。ポルスポルス来ました。抹茶にしました。はい、抹茶にしました。抹茶にします。抹茶うまいっすよね。美味しいです。やっぱ沖縄溶けるの早すぎますよ。東京ずっとキンキンなんですよ。5分で溶けますよね、これ。アイス買わないっすよ、スーパー。俺も稼げるかな。俺はもっと有名になりたい。有名になって本当に成功したい。なんか少数の人から見つかれるだけのホスト系の配信じゃなくて、ぶっ飛んでもう街だけ歩いたらワドーだって言われるようになりたい。本当に。ギャーワドーさん。ベンティー結構飲むかな。 KP いいっす、乾杯でーす。出会いに、お花火ありがとう、まやちゃんありがとう。頭痛い。苦手ですか、冷たいの。冷たすぎじゃないですか、これ。めちゃめちゃうまいっすよ。めちゃめちゃうまいっす。まだ頭痛くなるの早い。一杯目、一口目弱いですね。ガリガリ君のはすぐ頭痛い。マジっすか、一口半分ぐらい。KP、ヒトラーさん。逆に言うと悪いことできなく、あ、でもね、そりゃそうだよ。やっぱ歩きタバコとかできないし、人が見てるわけだから、なんだろう。いろんなことがやっぱり気をつけるようになったよ。配信者みんなそうだけど、有名になればなるほど、その、お手本とまではいかないけど、悪影響ないようにっていうのは考えてやってるよ。ケビーニャコ、ハートありがとう。おはよう、ティファ。そりゃそうだよ。だからさ、隠れ家みたいなのが欲しくなるんだと思うよ。オッケー、匿名希望の謎 X さんありがとう。いらっしゃい、楽しんでってね。もし初見さんいたらフォローしてってください。今日フォローまだ一件もない。ふわちフォローしてください、よろしくお願いします。あ、ごめん、10人あったわ、フォロー。ごめん、ありがとう。あ、夏野菜ありがとう。無料アイテムもしよかったらください。おう、テテマルさんこんにちは。初見さんいらっしゃい、あちこさん。初見さんいらっしゃい、あゆままさん。ぜひぜひフォローしてください、よろしくお願いします。今沖縄です。お、海宝おはよう、楽しんでってね。テテマルフォローしてくれたの、ありがとう。ワドさん、昨日あんなに飲んで二日酔いしたい、すごいでしょ。俺だから人生で二日酔いしたのって2回しかないんだよ。バー経営してた時も含めて。何杯飲んだ？結構飲んだよね。全然平気。お、ダメットじゃん、久しぶり。ダメット久しぶり。初見さん、バッタモンさん、来てくれてありがとうございます。楽しんでてください。カーマさんも初見さんかな？違うか。どうも、ワドツでーす。よろしく。ツイッター名変えた？ありがとう。ワドウ旅団に入ってくれたの？サクッとら。とんでもない。アイテムでしょ？無料アイテムかな？頑張ってください。昨日かなり飲んでたね。結構飲んでたけど、それでも全然普通に帰れたよ。寝れなかったけどね、なかなか。昨日は結構飲んだ。4軒いた？ 3 軒だっけ？ 3 軒かな？居酒屋行って、あ、4軒だ。4軒行った。アイコンもワード？マジで？後でチェックしておくよ。海保退院したよ、今度。今元気みたい。もう結構前に退院した。この辺でおすすめの美容室とかあります？おすすめ？美容室行かないっすね。自分的にですか？ あるとしたら。はい。もうここを右曲がって2階にあります。2階にあります。右曲がって2階見てると美容室あります、はい、角の信号のとこかな。そこはずっとあります。あ、結構長い感じ。ここ以外は知らない、見たことない。髪切ろうかな。安い床屋とかにあるんですけど。美容室がいいっすね。美容室がいいっすよ、髪色があるんで。そうだね、俺の配信は花はないかもしれないけど安定感と安定感は抜群だと思うよ。下手な外れ回見るよりは俺の回見た方がいいと思う。
あね、要は神回が100点だとすると、俺の配信って65点なんだよ。だから大手の外れ回ってさ、たまに50点ぐらいの時あるだろ。たまに65点下回る時あるの。ね、俺面白い時85点取れるから。85点から65点の間をさまよってるね。で、年に1回ぐらい100点取るから。金梅さんとかモンスターだから、1週間に1回神回起こすから。この人。ぜひぜひ、よろしくです。あ、金梅っていう人も沖縄いるんですね。うん、金梅さんは新宿。あ、新宿ですか？あれ？あの、ヒカル君と大喧嘩してます。あの、ヒカル君の女に手出して。マジっすか？ヒカル君号泣して。台本とかじゃなく。もう。あ、台本ないっすね。台本ないっすね。マジでないっすね。ただ、悪ノリですね。あ、台本はないけど、あの人たちはすぐ悪ノリが始まるんで。結構ふざけるの得意ですよね。もう、放送見てても。人生ふざけまくってるんで。やっぱ人来ますね。いやいやいや。全然全然。今誰か始まったな。161人減った。多分ね、大手が始まった。慎吾さんかな。愛子だ。こういうことなんですよ。ああ、この人人気あるんですか？この人今、600とか行ってます。一回だけ見たことあるんですけど、おばちゃんかなんかね。そうそうっす。始めてまだ1週間、2週間くらいですよ。ああ、それ、リスナーバーッとってくるんですか？もともと、ヒカルくんのリスナーで、すごい有名な。ああ。違いおばさんです。金梅さんは沖縄捕まってるし、テルも捕まってるね。弁当はゴーヤチャンプル丼だったって言ってた。あの、留置場の飯は。うん、また来てね、川間さん。沖縄でね、34万使ってる今。お土産買いすぎた。お土産と飯を食いすぎた。うまいもん。東京だったらもっと高いだろうね。こっちだから安いんだよ。マクノンカルビシェイク飲んでない。なんか外れかなと思ったけど、うまいんだ。アイコ玉。あー、同系統だよね。アイコさんとタマちゃんとスバニャンは同系統だと思う。全部金梅さん絡みっていうのすごいね。多いなっていうかね、テルがもともと行くって言って誘ったんだよ。だからパルパルも来る予定だったの。で、ヒカルくん、パルパル、俺、テルの4人で行く予定だったの。で、ヒカルくんが金梅さんとやつと荒野を誘った。で、パルがお金ないっつって行かなくなった。合流、いや、連絡来てないから、まだする予定はないけど、連絡来たら行くよ。相手の放送を邪魔したくないし。うん。あ、荒野も。連絡来たら全然合流するけどさ、あの人たちは大手だから、邪魔したくない。配信の。仲いいよ、全然。友達だもんだって。付き合い長いもん。でもキャスでやるよりツイキャスでやることが増えてるよね。やっちょもヒカルくんも。ヒカルくん結局昨日パチンコ勝ったの負けたの。俺とテルの読みは 100% 負けるなんだけど、ヒカルくんがパチンコ勝ってるところ見たことない。負けたでしょ。 100% 負けてると思う。ヒカルくんの引きの弱さ伝説だから、ね。おい、カンマいらっしゃい、おかえり。もうカイホ仲いい、仲いいじゃん。友達だよ、カイホ。カイホ友達だよ。パルパルと俺はね、昔仲悪かったからな。ハートありがとうね、カイホ。なんか
子をいじめてる感じがして嫌だな、俺は。なんかリスナーさんがいじめてる感じがする。なんか見ててかわいそうになる。弱いのにゴッド。ゴッドなんか引きゲーじゃん。ゴッド打ったの。あ、そうなんだ。俺はパルパル一回ぶん殴ってるからね。ねえ、なんかね、愛子さんをいじめてるように見えちゃうよね。もういじりを超えていじめになってる気がする。おお、朝花火ありがとう。こんにちは。花火ありがとうございます。楽しんでてね。今日がラストかな、沖縄。明日帰ろうかな。帰ろうか、そろそろ。じゃあ僕今日ラストにします。沖縄ラスト沖縄楽しんでいきましょう。東京のリスナーさんにお土産配らないと。ニコ生じゃなくてなんでふわっち選ぼうとしたんですか。やっぱの今トレンドだから。そうですね。まあニコ生めっちゃ売れるじゃないですか、うん、ニコ生やる気なくな、ならないですか。ふわっちは僕は何回ニコ生のコメントで自殺しようと思ったか。あ、やばいっすよね。やばいっす。本当にきつい。やばいっすよね。あれ今ふわっちなんかすげえあったかいっすよ。そうっすよね。見てて、いつからやってんの。ふわっちはいつだろう、去年の10月ぐらいかな。11月だから 9ヶ月目ですかね、今。長いっすね。沖縄いいよ。花火ありがとう、開放。開放花火ありがとうね。みんな開放も俺の友達だから開放もフォローしてね。生の人や開放も。今日、リア突に初めて会った感じ。今日初めて会った。あ、開けても意味ある。あのね、トマトとナスとキュウリが揃うと無料の延長チケットもらえるから、延長チケット欲しいからみんな投げて、無料のアイテム。そしたら俺に50円入るようなもんだから、3つ揃うと50円もらえるようなもん。今日ラスト沖縄。あとね、2人来て100人で帰りたいけどね、リアトツね。ナンバー100の人現れないかな。家近いんすか。歩きで来れる距離ですか。あ、家近いです。いいとこ住んでますね。歩き、あ、まあ歩きで来れる。タクシー。あ、いや、歩きで来れます。じゃ基本歩けば、もう1時間以内は何でもありますよ。うん、あさっととかあの辺あんまないんじゃないですか。あさっとなんもなかったっすね。あれですよ、姫よりあさとでしたっけ。違うわ、あさとは居酒屋行ったとこだ。あ、美味しかったっすよ、めちゃめちゃ。あそこなんだっけ、売りなんだっけ、あそこのお店めちゃめちゃうまかった。沖縄料理屋は一回も行ったことないっすね。めちゃめちゃうまかったっすよ。なんか光家って言って高いところにも出してるで、なんかだって何十年、45年やってるとか言ってました。 ありがとう、かまみんなフォローしてね。まあ、外人ばっかっすか。やばいっすね、これ。ほんと外人さんだらけ。ドンキ行けばもう外人ばっか。日本人いねえみたい。ないっすね。おい、ヤンチャアザラシさん、こんにちは。夏の沖縄と冬の沖縄、どっちが人気あるか。俺は冬だね。俺は夏もう来ない。暑すぎる。暑い。冬でも海入れるんですか。いやどうか、いやさすがにないんじゃないですか。僕あれですよ、鮫島さんと真冬の江ノ島泳いだぐらいですよ。あ、じゃあ入れますね。基本もう2月中旬とか3月ぐらいは暑いっすよ、ね。おー、海宝ありがとう。海宝パフェココありがとう。みんなよろしく。帰る前に海に飛び込んだりです。
え、なんかあります？飛び込めるような海。海水着持ってますよ。持ってます。買ったんで。たださ、俺最悪なんだけど、今日洗濯物回したの。そしたらさ、赤いパンツ買ったじゃん、ムームーみたいの。あれが色落ちしてさ、1万円した水着がさ、真っ赤に染まっちゃってピンクになってんね、今。最悪だよ、真っ白だったのに。クソダサくなっちゃったよ。ハーリーの。ハーレーか。ハーレーの水着。超へこんだ。あー、だよね。色落ちで、買ったポロシャツも全部白い部分ピンク。最悪。クソダサくなってるよ。見る？恥ずかしい水着に変身しちゃったもん。あんなかっこよかったのに。へこんだよ。こんな色になっちゃったよ。ピンク。わかる？ピンクなの。真っ白だったじゃん。やばくない？これ。しかもムラになってるし。しかもムラだぜ。なんか染め物みたいになってんの。すげえやだ。もったいないよね。超かっこよかったのに。超へこんだ。まあいいやと思って。捨てないよ。まだ1回しか着てない。超気に入ってたのにさ、ブリーチで洗えば落ちるかな。のんちゃんそれやりに来てよ、洗濯。俺の家で洗濯任せるわ。漂白剤でいけるかな。部屋着じゃない、水着だからこれ。僕ここで結構な時間多分雑談やってますよ。どいつ帰るんですか。明日っす。決めました。ああ明日帰ります。ここにいつまで、いつからいます。今日昼、今日は1時間ぐらいいます。あ、1時間。あ、多分あと1時間ぐらいいますよ。あ、ここに。昼寝てて起きてふわっとつけたらやってる国際通りで、あ、もう知っとるわっつって、和藤さんおるわっつって、あ、じゃあ行こうっつって買い物ついで。僕のこと知ってたんですか。あ、しのしの、だいぶ前から知ってた。いくらの時代ですか。それこそ、なんだろう、ステボロ K1 みたいなやってたよ。はい、ステボロだって1ヶ月前ですよ。あれよりもっと前です。どれくらいですか。いや、もう何ヶ月前かわかんないです。もう今年は見てましたね。あ、本当ですか。フワッチもずっと見てるんで、去年から。だからもう上の方にいる人はほとんど知ってます。なるほど。フワッチ人少ないですもんね。そうですね、すぐわかる。だってもう100人いなかったの最初。上の方って決まってんじゃないですか。もう固定ですよね。いや、もうそれは大体知ってます。なるほど。すごいなと思って、アイテムいっぱいもらっとる。今日もアイテムいっぱいもらっとる。僕1ヶ月15万ぐらいだったんですよ、先月ですよ。50万いったの。みんなもう今年じゃないですか、バーって。アイラからおかしくなったの。そうですよね。そう、アイラが700万稼いで。いや、見ててすげえと思って。それをみんな聞きつけたニコ生のワンワンとか、サノッチとか。大手が来だした。そう。で、ヨッサンが決め手になった。ああ、そうですね。ヨッサンも、あんだけやらんっつってない。俺はヨッサンやると思ってた。あ、やると思ってた。まあみんなやりますよね。やるやる。桃江里とかもやってますもんね。一番でかい永井先生、最近で言うと。やってますね。伝説が来た。昨日もやった。あれ FC2 とかですね、永井先生。永井先生は配信会で、配信全体で一番古いんですよ。すごいっすよね。だって、こじきっていう、要はリスナーさんにお金振り込んでもらって企画をやるって作ったの永井先生だし、ゲーム配信、スロット配信も永井先生ですよ。もともと。すごいっすね。もともと柴田が YouTube とか配信始めたのは永井先生きっかけなんで。超古参っすね。ルナが認めるぐらいだもんね。ルナちゃんもやってますもんね。たまも、うん。みんなやってます。っていうか、もうなんか、結構一番熱いサイトになってますよね。そうですね。キャスは行かない人もいるじゃないですか。ふわっちはニコ生とふわ、キャスのごちゃ混ぜになってるから面白いですね。関慎吾もいるし、鮫島さんもいるし。関慎はだいぶ前から知ってます。ニコ生次第。面白いですよね。親子でやってますよね、あの時代。吉江さんがまさかやると思わなかったですよね。しか
ぱ吉江さんの方が稼いでると。すげえよな。吉江さんいくら稼いでんだろう。やばいらしいですよ。まあ、100万超えてますね。もう言ってますよ、100万超えた。慎吾さんが100ぐらいなんですよ。あ、すごいそうだよ、もうだからレジェンドがレジェンドっていうレベル。意味がわかんないでしょ。もう時代が違いすぎて、そのエミさんもレジェンドだって言ってるし、うなちゃんマンもレジェンド、よっさんもレジェンド、柴田もレジェンドって言ってるぐらいのレジェンド。だから今最前線のトップにいる人たちが昔憧れてた配信者で、未だに君臨してるの、トップに。しかも誰ともコラボしない、顔出しもしないっていうスタイルで。しかもみんな知らないかもしれないけど、ふわっちだけじゃなくて3サイトぐらい同時配信やってるよ。だから閲覧が分散してる状態でふわっちの閲覧1500とか叩いてるの。いかに化け物か分かるでしょ。汗もにならないですか。もうやばいっすよ。あー、なるかもしれない。なります。汗で痒くはなりますね、やっぱり。ただれちゃって皮膚弱くて、すぐシャワーよ、シャワーみたいな。ですよね。外歩いて本当に多分1日5回ぐらい、俺東京に住んでても1日3回風呂入んの。沖縄ね、夏はダメだ俺。あー、いや、合わない人合わないかもしれないです。冬だったらいいし、気象とかも人も飯も好きなんだけど、暑さがダメなの。水とかもあんま良くないっすか。水ダメなんですか。シャワーの水とか。あ、硬いっすか。なんか自分合ってないっすけど、あんまね、水は。いつ来るんだろう。フォローありがとう。あれ、バッテリーがない、やば。どんな話するんですか、雑談って。え、雑談、どんなトーク、何系のジャンルのトークするんですか。何ももう適当、コメント来たりとか、うん、何も選んでない。ただ来たら反応するみたいな、うん、一番悪いとでも好きなんですね、7年やってたってことは。そうですね、もう大、まあでも最初の頃にはもう、ニコラム最初の頃はめっちゃおもろくて、はいはい、言いますよね、やっとっても面白かったんですけど、はい、もう最近はもう荒れるだけで、辛いだけですよ、ね、もうほんと暇つぶしみたいな。だって枠も取れなかったって言いますもんね、あの。あ、そう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 、もう自分がやった頃は、もう5分待ちとか10分待ちとかですね。風船ありがとう、キュウリさんとキングさん、ありがとう。すごい時代だよな。配信者が枠開けないぐらい人気だった。サーバーが負荷がかかるから。あ、そう。カメラですか。そうです。あ、こっちがカメラですね。だからこっちを動かすと何にもないです、ね、機材が重くて旅大変なんですよ。旅良さそうなの使ってるんですね。ダメです、このカメラダメです。ダメです。あの、サブカメなんですよこれ。もうロジクールの T ってやつが一番いいんですけど、910が。でも4台潰してますよ。風船ありがとう、マリモさん、ありがとう、アイテム。
邪も引いちゃったしね。ゲストハウスってどんな感じなんですか？個室なんですか？ゲストハウス、なんかあの民泊みたいな。行ったことない。そうですよね、住んでるんですもんね。安いとこだったら1000円とかやる。裏通りの変な、はいはい、なんかベッドだけみたいな。で、レビュー見たんですよ、はい、Google の。そしたら外国語だらけでした。でも外人ばっかっすからね、ほんと、うん、ホテルとかも満員っすもん、外人で。いかに中国がバブルかわかるよ、うん、中国人が一番多い。あと韓国人もいるし、でも他の普通の外人さんもいっぱいいる。あ、普通の外人さんって言い方おかしいけど、ヨーロッパとかアメリカ人とかね。まあドンキできてからお土産店が売れんくなったんじゃないですかね、多分。みんな向こう取ってっちゃったみたいな。十何年前に来た時はドンキもなかったし、なんか本土にあるやつが来てて、どんどん来てますね。だからあれ2年前ぐらいできてた。あ、そうなんですか、はい、最近ですね、2年ぐらい。あ、なんか沖縄っぽくなくなっちゃいますよね、はい、このまま行くと。だってこの三越もなんか変な吉本とかそんな変な、はいはいはい、なっちゃって。あれでも場所移動するんですよね。あ、わかんないですけど。そう、全然なんかね、侵食されてる。だセブンイレブンもできるらしいよ、もうすぐ。あーって言いますね。だから牛カルビ弁当みんな楽しみにしてるの、沖縄の人。あ、雇用が増えたんだ。まあまあ、じゃあ盛り上がってるんならいいかも。経済活性化してるなら。でも片道1万1000円で行けんだもん、びっくりするよ。沖縄から東京から、はい。昔も高くなかったんですか？あー、昔はあの、なんだっけ、あのスカイマークで1万6000円とか、そんぐらい。1万安くて3000円とか。え、そんなんですか？そんぐらいですか、ね。でも今あれ、格安、あのジェットスターとかだったら、6000円、7000円ですか、荷物だけ。荷物なくても9000円ぐらい。シーズンだから買えるの？あー、多分それもあるかもしれないけども、ちょっと何日前かに取れば、6000、7000ぐらい、7キロまでの荷物だったら、それ以上だとプラス取られるんですよ。ジェットスターが一番いいかな。ピーチとかだとなんかクレジット払いだったりとか、なんかめんどくさいんですよ、はいはい、ジェットスターが一番いいです。カイホイありがとう。元彼に振られてべっこりへこんでるから東京戻ったら話聞いて。めんどくせえやつじゃんそれ。基本東京で活動してんの？僕新宿です。あ、新宿なの？はい、家があの辺で新宿ら。新宿です。いいっすよね。はい、花火ありがとうね、解放。誰かやめたな。分かりやすいな、閲覧見ると。誰かやめたか、誰か、やっぱり誰、愛子じゃなくてやっちょがやめたから、また200に戻りますよこれ。あ、200に戻った。分かりやすい。お前らやっちょ好きだな、ヒカルくんと。すごい、みんな閲覧持っていますね、新やっちょ。持ってくの、持ってくの方は。すごいですね。カイホ聞くよ、恋愛相談枠やろ。キャスバー行くか、カイホ。まだ行ったことないでしょ、キャスバー。キャスバーって新宿にあるんですか？新宿の歌舞伎町に映画館あるんですよ、でっかいホテルの。あるんです。そこら辺にあるんです。そこのすぐですね。だからもう歌舞伎町のど真ん中のところにあります。こっちで言うと、ドンキホーテルあるじゃないですか、はい、あそこの、この辺にあるみたいな。信号ライン、はい、あ、そうです。家賃が一番高そう。めっちゃ高いね。でも、僕、この通りの好きなのが、はい、東京で言うところの原宿と。あ、似てるんですか？似てます。原宿と、あとそちら行くと、はい、上野っぽいんですよ。あ、上野っぽい。商店街、平和通りの方は。さっきなんかテレビ撮影みたいにしてましたね。マジですか？はい、歩いて、こっちから来る。モデルっぽい沖縄の女の子が、2人ぐらいな。やってました。琉球テレビみたいな。わかんないですけど、カメラマンこう見て10人ぐらい後ろにこうスタッフがいて、なんかやってました、ね。おい、ワドツー、かずみちゃん、ワドツー。
じゃああれか、男のもう脈なくなったのか、解放は。誰にも相手にされない。すべてにおいて脈がないんだ今。あと彼作ればいいじゃん、別の男で。別の男でいい男がいないの。おい、先っぽ待ってるよ。何分後ぐらいに着くか教えて。どれくらいの頻度でやってくるんですか、これが。いや、暇な時ですね。大体1枠30分だけしかやらない感じですけど、何枠くらいやって。昨日は暇だったから3、4時間やってましたけど、誰も来ない。最初は、最初は閲覧ゼロ。来ても3秒ぐらいポンってどんどん抜けてくる。そんなもんすよね、最初は。いきなしにもうディスられましたよ、女っぽいやつ。つまんない、つまんねえっつって。帰るはつまんねえっつって。いらないその一言。コメントも削除されて。ブロックしないよ。まあでもニコ生では甘いっすよ。甘いは甘い。全然確かに。どれくらい着くんだろう。あ、リスナーさん来る。今から先っぽっていう沖縄の子なんですけど。そうなんですか。女の子、女の子ってか、まあ、いくつなのか分かんないけど。あ、で、6分なんだ。自己紹介お願いします。左の方はどうなの。多分画面左って意味ですね。あ、ただの突者だ。思ってもらいました。思ってもらいました。パスワード2。あ、行かねえワード2。おはよう。やっちょから連絡って、やっちょかヒカルくんが絡もうよっつったら絡むけど、あんま大手の配信の邪魔したくねえっていうのが正直なところだね。なんか絡むとさ、なんか俺別になんか売名する気とかないのに、売名かよとかさ、向こうがワード嫌いとか言うからへこむんだよ俺も。別に俺困ってねえから。うん、だからやっちょとかヒカルくんが、いや今からワード飯食おうよとか言われたら行くけど、ちょっと行きづらい最近、なんかあの辺の枠。ホーヤーとかね。なんか無駄に絡もう絡もうっていうのない、今。うん、わかるっしょ気持ち。別にさ、もう正直困ってないじゃん。確かに閲覧はさ全然少ないよ。
5分の1とかだけど、5分の1とか3分の1だけど、別に嫌われるために仲間と飲みたくないじゃん。ジャンルが違いすぎるっていうか、うん。ヒカルくんとか野鳥とかに誘われたら行くけど、別に無理して会おうとは思ってないよ。その方がお互いのためになるんだよ。こっちのリスナーさんも気分悪いじゃん。なんかわかるっしょ、気分悪いっしょ、みんなも。なんか別に何にもしゃしゃってないのにさ、いや言われんのよ。だから俺はあんまり別に誘われたら行くって感じ。いつはいらっしゃいね、それがいいっしょ。らしくないよ。俺人生で一番金使ったかもしれない。34万使った。バカみたいに使って、もう財布の中今まで通りだよ。15万ぐらいしかないもん。お、バカありがとう、みやちゃん。バカありがとう。それがいいよね。無理して絡むつもりはない。俺も枠開いて稼がないといけないから。何使ったの？お土産に7万ぐらい使って、リスナーさんのお土産？飯がレッドロブスターとか、あの琉球のやつとかってあれ2万5000円とかかかってんのよ。あの2食だけでも5万でしょ？あとなんだろう、ガソリン代とか、ガソリン代、あとなんだ、あとこれがでかいね。この、これとこれ買ったからブレスレット。この2つで11万ぐらいしてる。また稼げばいいかなって。また稼げ、頑張ろうっていう。あ、追い込まないとダメなんだよ。あ、テルもそうだけど、みんなさ、金遣い荒いのって、あれね、要は守りに入ったらダメなの分かってるからなんだよ。本当にだらしないっていうのもあるのよ。本当にだらしないっていうのもあるんだけど、要はね、心に余裕できるからダメなの。次稼ぐためには使わないダメなのよ。だからもうバンバン使ってる。みんな無理して。あ、そうなんだ。てつさんありがとう。こんにちは、ライファム。あ、そうだよね。俺はピンで動くつもりだよ。全然。誘われたら行くって感じ。向こうの方が目上だからもう。目上っていうか大手だから、もう気まずい。正直。まあまあまあ、リスナーさんにプレゼントとか全然、なんか、嬉しいじゃん、リスナーさんも。あの、昔から応援してくれてる人とかさ、新しい人とか、なんかプレゼント企画やろうと思ってて。まあ無理して使ってる人もいるって感じ。無理してっつうか、その、できなかったことができるようになったわけじゃん。だから、俺は、その、捨て頃と、月収50万とデイリー1位取れた記念にこれを買った。なんか身につけるものっていうか、これで思い出すっていうか、マインドセット高めたいから、また頑張ろうって、また1位取ろうって、もっと頑張ろうって。億万長者になろうと本気で考えてるから。おー、カチュウいらっしゃい。俺今日沖縄ラストにしたわ。明日帰る。別になんつうんだろう。なんかさ、俺はテルに誘われたから来たのよ。沖縄に。だけど、なんかお前も絡むのみたいに言われるのすげえ腹立つじゃん。なんか向こうのリスナーに。お前も絡むのっつうか、俺別にテルに誘われて来てるだけなんだけどっていうさ。ねえ、別にヒカルくんにも野鳥にもさ、友達だからさ、全然ないけど、向こうの方、リスナーさんも気分悪くするのも嫌だし、何より俺のリスナーさんがさ、俺が叩かれるってことはさ、俺のリスナーさん傷つくことだって最近思うから、だから、うちのリスナー大事にしたいから俺は。へこむじゃん。なんでこんな邪険に扱われんだろうみたいな。ちょっとひどくねみたいに思うから、DM 来るんだよ、やっぱ LINE とか。もう絡むのやめようみたいな。だから俺は俺でやってくよ。いい世の中だよね、ポテマルさんね。もうニコ生の古い時代から知ってるから、その話してたのよ。配信7年やったんだって、7年前。7年前ぐらい。から、もう、ずっと。11年ぐらい。2010年の、まあ、8月ぐらい。ニコ生。8月、9月ぐらい。全盛期だ。もう本当に、もう一番おもろかったよな。沖縄ラスト。うん、最後まで楽しむよ。ゆかね、ありがとう、アイテム。
すごいっすね、相手。でも風船1個でも嬉しいっすよ。いや、嬉しい。いや、だから全部嬉しい、ほんとに。全部嬉しいっすよ。ひよこばっか投げられたんですよね。え、ひよこも炎上チケットもらえるでしょ。もらえる。あ、もらえるの。あ、だからひよこもらっても50円分タダになるんだ。あ、そうなの。全然分かってない。お金にはできないけど炎上チケットもらえるから楽しむよ、楽しむよ。うん、そうそうそう、なんか人間関係崩れるのが嫌だからね。え、ヒカル君もやつもフォローしてくれるけど、ワード、そんなんじゃないよって言ってくれるけど、気まずいじゃん、楽しく飲んでるのに。いや、俺が刺さる部分でもないじゃん。おー、カチュありがとう、花火ありがとうありがとうございます、いつも。初コメありがとう、なおちゃん。あ、KPG なんだ。よろしくね、これからも。フォローして。ブルースユリー、ありがとう、風船5個。そう、ヒヨコは確か何個かもらうと炎上チケットに交換。10個かな。昔はそうだったけど、だからあのバンバン配った方がいいんだよ、無料アイテムは。あとナスとか、おー、北口さんいつもありがとう。北口さんありがとうございます。ありがとう、みよちゃん。沖縄どれくらい行ってないの。解放ありがとう、バーガーありがとう、みんなありがとうね、アイテム。お土産枠やりたいね。こうバーって広げてさ、みんなどれ欲しいって。何で決めようかな。何で決めようかな。ドレさんとサメ島さんには選んで買ったの。ドレさんとサメ島さんには選んで買った。あとは全員、こういろんな人にどれがいいっていう枠をやろうと思ってんのよ。網だくじっぽいのがいいよね。その、最近のリスナーさんももらえるように。5年も行ってない。俺、来たのね、中学2年生か1年生ぶりぐらいだから、相当前だな。18年ぶりぐらい。ユッキー、バーガープレゼントありがとう。サメ島さんには、あのね、まずドレさんに何があったかっていうと、ドレさんプロレスラー好きじゃん。プロレスラーになりたいからあんな筋肉してるから。だからプロレスマスク買ったの。沖縄、琉球プロレスっていう団体が立ち上がって盛り上がってんだって。フォロー前からしてたんだ。ありがとう、なおちゃん。コメント嬉しいよ。ありがとう。で、ドレさんには、そのマスクを買って、で、サメ島さんにはサメの歯を買った。ナイスだろ。ドレさんはマスク。サメ島さんは、サメ。結構いいチョイスでしょ。そうそう、みどりさんみたいなマスク。いや、ドレさんに渡しに行く配信やろうよ。被ってくんなかったら、もう俺はドレさんとの付き合いはなかったことにする。それそうでしょ。配信者でマスクを渡すっていうのは外配信やるっていう振りなんだから。それで外配信やらなかったらもう俺配信者としてもうダメだなって見切るよ、ドレさんのこと。何ドレさんの PV って。そんなんできてんの今。悪くないよね。ドレさんが六本木でマスクをつけて外配信最高でしょ。30分でもいいよ。全然悪くない。あ、そうなんだ。チュラ海できた頃か。いいよね。で、もしそれで部屋配信でちょっとなんか1分ぐらいつけるだけでボケたら、俺はもうドレさんのことをリスペクトできない。やっぱり外配信がっつり30分やってもらわないとね。俺だからちゃんと言うから、これ渡してくださいで、開封枠やってください。ただこれを開封枠をしたら必ず30分外配信やってくださいね。僕はあとは何も言いませんって言って渡す。これはフリーだから。そんなね、雑談だけでカッコつけて花火もらってる男なんかダメだよ。ドレさんはまだ一回も恥をかいてないんだ。恥をかかなきゃ配信者じゃないから。みんな恥かいてここまでやってきたんだ。ミエル、おはよう。ドレさんやってくれたら俺はもっと好きになるね。
俺はドレさんがそれをやってくれたらもっと ドレさんのこと好きだ。魂を見てもらおうな。もしくは捨て頃の入場はマスクだよ。もしくはっていうかもう捨て頃は絶対マスクでしょ。え、 YouTube にあるのドレさんの PV？ マジか。おお、来なよ、おいで。いや、私も連れたくない。じゃあ顔隠しながらそこ座ればいいな。先っぽいらっしゃい。お邪魔します。うん。めっちゃいい匂いするんだけど。いや、なんかタクシーの運転手が臭かったっす。はじめまして。ワード2、お、運転しるしでいらっしゃい。そこのお店の前通った？マジで？戻ってきて。しりしり。あ、じゃあ先っぽは、はい、先っちょに変えたの？先っぽなの？どっちでもいいです。どっちでもいいんだ。はい、ね、99人目。99ゾロ目。ゾロ目。シャープ99のリアトスター。あざーす。あと一人で100人目だ。100人行って東京から行きたいな。あざーす。LINE 怒ってる？怒ってないよ。俺が怒ることないの？ミュール知ってるでしょ？俺ミュールに怒ったことは一回もないと思うけど。ないよ、全然。この辺じゃないの？住んでるの？まぁ、ちょっと、ここ、ちょっと離れたところ。来ないですもん、地元の人。ないですよね。ああ、自分は買い物しに行く。ドンキに。ドンキ。私、昨日は行っちゃいます、ドンキだから。ああ、そう。駐車場がこうやってないんで。ああ、はいはい、そうです。あと一人で100。え、人参しりしり100、100。今、二人いるから恥ずかしくない。大丈夫。テルも帰っちゃった。ね、来てほしいよね。あ、失礼します。あ、それなんだ。うまいのそれ。うん。それは俺、それするやつは俺は裏切り者だと思ってる。なんだっけ、アイコスだっけ。うまいの。うまい。くそ、そっち側に行きやがったか。俺は嫌でもこっちを吸い続けるから。なんか、こっちが吸えなくなるんですよ。え？こっちに慣れちゃうと、そのタバコ吸えなくなる。なんで？ケホケホする。ファジカサーだから。なんだよ。なんだよ、来てよ。俺のために。ファジカサーだけど来たよ。ねえ。来てよ、嬉しいじゃん。黒くなったな、俺。神奈川来たら？神奈川っつうか俺、新宿で住んでる。近いじゃん。ロハコとキスした時どんな気分だった？ね、舌が痺れてて、一日ぐらい舌がビリビリ痺れてて、舌取れるんじゃないかと思って恐怖だった。怖かった。かなりやったよね。ねえ、ふわっち開くの？ふわっち開くわけじゃない。あんま充電器もないんで。あ、そう。アゲハさんフォローありがとう。もしフォローしてくれる人フォローよろしくお願いします。ツイッターに写真もいっぱい載ってるし、 Facebook も YouTube も全部フォローしてください。メッセージくれる人は LINE ください。ふわっちから来た〇〇ですって答え書いて。はい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 。
風船ありがとう。マジか、一期一会だよ。俺死んだら会えなくなっちゃうんだよ。あの時はどうにやっとけばよかった。あ、本当ですか。見に来てくれたの。あ、でも私スワッチ始めたのが去年ぐらいなんで、去年ぐらいか。ちょいちょい見てくれてたよね。はい、その前はテルをよく見てた。いや、そうでもない。沖縄来るっていうから最近よく来てくれたんだ。あ、それもあります。あの、こういう時じゃないと人に会えないの。そうだよね。はい、んバガーありがとう。ナオポンありがとう。バーガーさんこ、その人の絵誰の絵だっけ。いいよね、バーガーありがとうね。ん、なんか立ち上がった。アキラいらっしゃい。あの人ね、沖縄のお笑いの昔の有名な人。有名な人。へぇ、モヒカンの人。モヒカン。おぉ、名前が出てこないんだよね。誰だっけと思って、お笑い専攻の人。絶対わかんない。ナスビって何？何ですか？ナスビって、ナスビとトマトとキュウリの無料アイテム、どれかが配られてんの。で、配信者は3つ揃うと、無料チケット、延長チケットがタダでもらえるの。だから、あの、お気に入りの人に無料で投げた方がいい。まあ、俺に投げろって話なんだけど。アイテム投げて、無料アイテム。色っぽいよね。色っぽいっていうか、ツヤっぽいよ、ちょっと。ハートありがとう。歌手いつもありがとう。ね、いや、バンバン投げてほしい。何枚でも取れるから。今ね、トマトが22、ナスが30、キュウリが37だから、トマトが足りないね。まあでも、バンバン投げて、みんな。もしお気に入りの配信者いなかったら。なんか、バラバラに配られんの、リスナーさんは。なんかトマトが足りない、俺は。なんか買えないアイテムだよ、これ多分。あ、トマト。私キュウリがある。キュウリだった。チンスコーン、鬼のように買いました。あ、チンスコーン7000円分買いました。めったに食わんすよ、チンスコーン。あんな美味しいのに。作りますよ。作れるの。作れます。簡単です。簡単なの、うん、作り方教えて。めちゃめちゃ好きなの。おー、ありがとう北口さん。あれしょ、アクグローショ。アイルさん、初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。ありがとうね、北口さん。いつも3つ全部ワトさんに投げた。ありがとう、ゆうかね。花火ありがとう。フォローありがとう。なんだっけ、沖縄の方言でさ、あの、一期一会みたいな意味なんだっけ。なんだっけ、一期一会みたいな、昨日教えてくれたやつ。風船ありがとう。明日は東京に戻るね。もう風邪ひいて治す。あと皮膚病がやばい。全身汗も。
新、あ、新カスコーみたいなやつ、イチャリバー町でね、もっと長くなかったっけ、イチャリバー町でだっけ、タケチョって生まれもこっちも沖縄なの？あ、お父さんが県外の人で、うん、で、私はこっちで二十歳まで育って、あ、で、25まで県外に行って帰ってきて、うん、で、旦那も一応県外の人です。なんか標準語っぽいっていうか。東京も長かったので。あ、そこそこ。はい。とうとうめだ。とうとうめ。イチャリバ町でとうとうめか。ありがとう。タクシー安かったっていうか、街が狭いんだよね、多分。おー、こうちゃんありがとう、花見。こうちゃん気使わなくていいよ。こうちゃん。もう一週間できるぐらいのアイテム集まってるけど、タバさん、俺は、月末に給料として個人事業で、帳簿もつけてやってんだよ。だから給料日は月末なの、俺。な、手つけないの。みんなね、バーってもらったらパチンコ行ったりするでしょ、バーって遊ぶでしょ、じゃあ、1ヶ月バーって引き下ろす。タクシーはそんな変わんないんじゃないかな。そうなんだ。200円ぐらいだ。200円引きとか言うよね、でも。なんか普通に止めて、いくらで行くって言われて、1000円台で行っちゃう。そう。やってくれんの、そういうざっくり。900円で、移動で900円で。へぇー。タクシーの運転手だと優しい、でも。当たりばっかりだった。あ、うん、人にもよる。あ、そう。きつい人きつい。喋る人は黙らない。あー、そういう人だった。でも面白かったよ。なんか喋る人でも。なんか、三味線弾いてるおじとか。マジで？あ、当たり、何弾くみたいな。すげえな。適当な。あと、バスがびっくりする。時刻通りに来ないのと。でしょ？バス本当に時刻通り来ないんだよ。あと運転が荒いんだよ。良くなった方です、これでもバスは。うん。バス信号無視していきますかね。うん、普通にするんだよ。本当にびっくりするよ。はっ飛ばすんだよ。ガーン、ガーンみたいな。マジかみたいな。30分遅れても昔は平気で、うん、同じバスが2台続けてきたり、多いみたいな。早く来ることもあるでしょ？あるある。すごくない？時刻表は合ってないようなものだったけど、昔に比べて今はネットでも時間通りでちょっと見れるように GPS となっているから、はいはいはい、多少マシにはなってきている。なるほど。国民性だろうね。県民性か。でも手挙げないと止まらないの、未だに止まらないけど。バス手挙げないとダメなの？スルーされるの？手挙げないと止まらない可能性もある。へぇー。昔は普通に手挙げてバス停で止まる。やば。すっごい適当なんだよ。いい意味でも悪い意味でも。俺はね、イライラっていうかネットが使えればいいんだけど、充電落ちたらイライラ半端ないね。うわーと。何かが動いてないとダメなの。何かを頭でもいいの。何買いに来たんですか？ドンキ行こうかなと。ドンキで何買おうと。ハンドスピナー。飲み物とか、普通に食べ物とか。おやつ。そうですね、歩いてこれる距離。で、ふわっち配信やってるみたいですよ。やってるっすよ、昨日アカウント作ったばっかなんですよ。私も昨日人来ないんで。あ、やったの？いや、私やってますよ。あ、そうなの？見たことない。通知出してるけど。なんかな。あ、そう。人来ないし、来ても。まあ来ないっすね。入試みたいな。沖縄のリスナーさんいっぱいいるから宣伝しなよ。いいです。いいか。はい。一度、他の方の配信に行って、顔を出してタヌキで叩かれたので。ああ。え、タヌキで叩かれるとへこむの？私結構メンタル上げ豆腐なんで。うん。強そうに見てだいぶ弱いので。あ、ツイッターフォローありがとう。面白かったらみんなツイッターフォローしてね。
昔はバス停じゃなくても手を挙げれば止めて乗せてくれた。あるある。あ、でもそれはいいよね。でも急いでる時とかはダメなんだ。おばあちゃんとかがはいって言ってくれて、こっちは急いでるのにって、よろ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 。なるほど。前から乗って前から降りるのもあるし、国内線は後ろ乗りで前降りかな。ていうかさ、タヌキとかさ、2チャンネルって不思議でさ、自分のこと書かれてるともう嘘800なのよ。分かる。本当に嘘しか書かれてないの。たまーにこいつ分かってるなってやつがめっちゃ載せられますよ、ニコニコ時代に。はいはいはい。そっから飛んでくるみたいな、ガーッで、見るの嫌いなのよ、俺。一切見ないの。俺も見てないですよ。見ないっすよね。絶対見ないです。絶対見ないの。全く見ない。だけど、人の見るとすっげー面白いの。ドレさんのスレッドとか超面白いの。だからフライデーだよね。要は週刊誌なんだよね。芸人さんがさ、自分のこと書かれるとふざけんなって言うの。でも他人の信じるって言うの。私なんかタヌキでハルパルに似てるって言われて、私そんなに大きいかなって言われる。ハルパルそんなでかくないよ。沖縄はね、今日までおてんとさんいらっしゃい。いや、もうね、見ない方がいい。あんなのバカが、バカが書くツールだから、あれは。あんな見てもだって何の役にも立たないもん。明日帰る。もう風がひどい。疲れが取れん。やっぱ家が一番だよ。それ言ったら一番ダメなやつ。家が一番だよ。あれ、違うんだよ。旅配信って本当になんか知らないけど、熊が旅配信者出るもそうだけど、みんな熊すごいでしょ。ひかるくんとかも。あれね、自分の空間じゃないところで寝るのって。あ、でも、アチョウさんはすごい元気だったよ。アチョウはあいつ強いかんの、何なんだろう。わかる。アチョウはしかも外で寝るじゃん、あいつのテントで。なんだろうな。アチョウってどこの人だろう。関東だな。関東だっけ。すげえよな、2年ぐらいかかったんでしょ、あれ。日本一周するの。で、沖縄で私、会って、病気の時に一回見に行って、死んでて。元気になった日にやったらすっごい元気だったの。あいつイケメンだよね、アチョウ。嫌いそうな好きな顔じゃない。濃い。濃いけどかっこよくない、あいつ。あ、それでも沖縄っぽい顔だもんね、アチョウ。ハーフですからね、私。あ、そうなの。なんかハーフって言ってた気がする。アチョウはどっち。テルは運転してる分余計疲れてると思うよ。それはある。慣れない。でもかっ飛ばしてない。俺ね、琉球グラスが楽しみなんだよ。あの、どうできたのか。あ、昨日作ってたやつ。すげえ面白かった、あれ。あっちも知らないの。ふわっちの配信者で、日本全国、ヒッチハイクで回ったやつ、2年ぐらいかけて。2年かな。結構有名。閲覧20、30ぐらいだったんだけど、最後の日は700行ったよ。めっちゃまったりしてる。まったりだね。身の毛切ろうかな。楽しんでるよ。楽しんでる。釈迦元気。大丈夫、釈迦。たくみさん。あ、超まあ有名だよね。どんどんお疲れっす。
ずっとやってるし、配信。てかこの琉球のさ、なんだっけこれ。修羅玉？修羅玉これなんだろう。あ、ホタルガラス。ホタルガラスかな。これ良くない？これ綺麗じゃない？これ気に入ったんだけど。可愛いよね。釈迦元気すぎる。ごめんね長く。俺明日帰るから高見さん。釈迦可愛い。釈迦可愛い。暑いね。どんどんお疲れっす。あっちあっち。かわいい、よかった。汗もで手かぶれちゃってんだよね。わー。いい薬ある？フーチバースリスリス。フーチバで、わかんない。どの日の葉っぱスリスリスおばあかよ。でも効く、すごい効く。薬とか行ってない。薬を持ってきてなくて。すぐそこにドラッグストアある。何が効くの？目の前です、ね、いや、明日帰るから明日。お金ね、34万使ったアホだから。使いすぎた。レッドロブスターあたりからおかしいなと思ってたんだよ。金の減りが。俺朝起きてびっくりしたもん。えっつった。10万足りないと。やっちょばあさんヒカルが花火バトルやるらしい。企画パクリ。あー、まあ、まあ、あいつら、金に金ついてる。マドンさんも結構普通にお金の話するけど、他の会社そんなに金くれとは言うけど、金の詳細まで言う人ってそんなにいないじゃない。いないいない。俺ね、金の話はするけど、俺金くれんだ。全部話しちゃう。そう。だから金くれんもあんま言わないもん。うん、だから振り込みとか全然ないよ、俺は。裏入金みたいな。お花火を気持ちよく開けてくれ。あと、その、なんか、その、なんつうの、何々代くれって言ったことはないかな。配信が面白かったらチップくれっていうスタイル、あくまで、うん、今日は中にいるか分かんない。未来のことは何一つ分かんない。俺は、うん、もしかしたら1時間後にドバイにいるかもしれないし分かんない本当に。あ、だって5分後に生きてる保証ないんだもん。今のことしか考えてない。沖縄の感想どうぞ。ね、すげえ楽しかった。やだ、過去形。おすすめは、あの、居酒屋。なんだっけ、アンリーだっけ、あさとだっけ、あさと。あさと。あさとの近くの居酒屋。動画見て、昨日の。すっげえよかった。安いし、うまい。いや。沖縄の居酒屋は安い。うん。でもね、俺ね、沖縄の味あんま好きじゃないの、正直言うと。飯まずい。俺も好きじゃない。うん。うまくないよね。俺も行かないです、沖縄の店は。口に合わんすか。なんかケチャップの味だもん全部。出汁が効いてる。単調って言えば単調。うん。だからそのスパムとかさ、そのゴーヤチャンプルとか家庭でも作れるのは美味しいんだけど、スパム無理っすよね。嘘。カリッカリに焼くと美味しくない。ソーセージとか。いやだって。あれパンに挟んだりするの好き。シコンビールがだ。どっちも無理っす。犬も無理すんだ。ウリズンは絶対行った方がいい。ウリズン本当にうまかったっす。びっくりした。あの、アサトの近くにある、もう45年やってる。駅の下とかで、もうちょい行ったら、もうちょい行ったら。ウリズン。ひらがなでウリズン。ウリズンは本当にうまかった。あそこはちゃんとした、あの、居酒屋。居酒屋っていうか料理屋。ウリズン良かったよ。あっけな、ビールが良かった。
境町か、境町よりずんか、いやビール安い、びっくりした。280円とかもあるし、プラスの安いところが日本酒からもう全部飲み放題で3時間で2000円。スナックとかびっくりしたもん昨日。だってあんだけ飲んでスナック会計4000円だったんだよ。カラオケ歌って、4000円は高いと思う。嘘、カラオケ歌ってショットで女の子に2杯出して俺4杯くらい飲んだんだよ。いや多分歌舞伎町だったら1万2000円くらいするよね、3時間くらいいたら。1000円でいつもスナック女だからだよそれ、女の人で安くしてくれる。エコドローあるから。フレンチトーストね、フレンチトースト良かったね。腹減った？なんかある？すいません、これ腹減ってないんだよな。安いよ、観光客しか行くようなところしかないからね。そうだよね。ウリズンは絶対行った方がいいよ、うまい、本当に。那覇国際通りにいるんだったらね。みんなフォローしてくれた、あのね、みんなに本当にお願いがあるんだけど、 YouTube のチャンネルやってて、それもうすぐ1000人行くんすよ。本当に頼むからさ、みんなふわちのプロフィールページ見て、あの YouTube だけチャンネル登録だけマジで頼むわ。本当にマジでこれ力入れてんので、今後 YouTube に動画上げてくから頼むね、みんな力入れてるんでよろしくお願いします。ウリスン超最高よ、あの芋のコロッケ食べてね、一番おすすめのやつって。で、あの和道の放送を見たって言ってきたらね、多分面白いよ。あの店員さんがハマってたから、あのふわちダウンロードしてフォローしてくれたから、和道の放送を見たって言って、そしたら喜ぶと思う。今どこだろう、東京、千葉、茨城、どこまで行った、茨城、福島、仙台、宮城か、宮城で沖縄だから、お、6個目。 YouTube 頼むね、みんな。まだまだあるな、47都道府県、41箇所あるのか。でもね、多分ね、1万人リア凸が最終目的だから、日本何周もすると思うよ。それこそね、4、5年かかると思う、この企画は。だから本当に会いに来てってお願いしてんので、みんなに1人、あの1人1カウントだから、1人が何回リア凸しても1カウントにしてんの。だからみんな覚えといて、自分のリア凸ナンバー、リア凸ナンバーみんな覚えといてね。なんで YouTube なの？うんとね、ふわっちだけだと億万長者いかないっていうのが俺の考え。YouTube の力も借りないと無理っていう判断。億万長者に本当になるなら。いや、向こうのお客さんを引っ張ってこないと無理だと思ってんの、生放送に。向こうのファンも取りに行く。ただ、1000人いかないと母体が作れないでしょ。だから、その母体を作りたいの、今。いいよ、ナンバー書いてあげるよ、リア凸ナンバー。リア凸みんな来てね。YouTube も生放送できんで、今。YouTube チャンネル登録ありがとう。ありがとねミユルはもうそっちは合ってるじゃん。むしろオフ会欠席したこと一回もないでしょ。もはや最近なんかスタッフみたいになってきたもんね。初見さんどうも、グデタマさんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてね。うん、YouTube ライブってフォロワー1000人から、 YouTube ライブは0人からでもできるんだけど、スーパーチャットっていう投げ銭機能があるので、1000人になるとその機能が無料で使えるんだけど、簡単に言うとふわっちって俺に半分しか入らないじゃん。スーパーチャットは 100% 入るわ。だからヒカキンがさ、やったら多分、1万人ぐらい見るじゃん。
多分10万人は見るんだよ、俺の予想。フォロワー数的に1000万いるから。で、10万人が例えば1円投げてって言ったら10万円になっちゃうんだよ。100円投げたら1000万だよ。やばくない？ YouTube がマジね、放送業界ぶっ壊しに来てるから、貼っておきたいの、そこに。実はね、みんな知らないかもしれないけど、野田総理とか海老蔵さんもね、もうやってるんだよ、ゲーム配信とか。仕掛けてんの。そこで負けたくないんだよね。はい、YouTube 登録みんなお願いします。うん。買っていこうかな。顔出そうかな、こんぐらいあれば。もうそうだね、マスクあった方がいいかも。と、通ると気をつけて。いいよいいよ、今通っとって。はい。いったら。フォロー通知ありがとう。もしよかったら Twitter、Facebook、LINE もやってるんで、特に YouTube のチャンネル登録はお願いします。過去の動画上げてるんですけど、ちゃんと YouTuber 用にもやってくんで。お願いします。メッセージはね、LINE が一番いい。リアルタイムで見れるから。さやいらっしゃい、おはよう。タワーさんのバーに来られるの。ね、本当は、この帰りに大阪行く予定だったの。だけど、俺が今ね、皮膚病になっちゃって、風邪もひいてるんですよ。一回ね、体調を戻してから行く。さやさん、ごめんね。俺、香川さんに、4月顔出しますって言ってんだけど、ちょっとまだね、体調直してから行こうと思って。全部登録ありがとう、ゆかね。あと、和道とパコりたい人はすぐ LINE ください。今すぐ。Now で。スタンプだけ送ってくれればいいです。和道とパコりたい人は。大阪行くよ。大阪行く行く。だから大阪行くときはみんな香川さんのお店でオフ会だと思ってください。うん。今月かなりの金欠なんだ。オッケーオッケー。いいよいいよ、全然。ドン草野さんいらっしゃい。うん。すいません、さやさん。うん。あ、今すぐ、ミュールパコりたかったんだ、俺と。ちょっとごめんな。なんかミュール。金梅さんお疲れっす。沖縄行く？俺明日帰りますよ。金梅さん。タイミング悪っ。ベセ、ウキウキ来てくださいよ。偽物じゃねえかよ。偽物かよ。偽物多いっすもん。偽物多すぎ。ベセ、ウキウキ来てくださいよ、ベセ。楽しいっすよ。海きれいっす。やばいっす。マジで。空も、やばいっす。マジで。いいっすよ。ビッグダディ知り合いなんで、ビッグダディ紹介します。マジで。パコリは女性限定です。近親相関になっちゃうからね。風船ありがとう。すいません、2時間経ったんで、もしよかったら誰かアイテムください。面白かった人はチップください。チカプン風船ありがとうね。風船ありがとう。風船1個でも、花火100発でもいいんで、アイテムください。よろしくお願いします。今月は、野中以来だ、騙された。金映えさん？うん。フォローしてよ、金映えさん。偽物さん。バーガー2個プレゼントありがとう。ハート2つプレゼントありがとう。たくみさんバーガーありがとう。たくみさんあざーす。チカムンバーガープレゼントありがとう。ハート10個ありがとう。みんなありがとう。あざーす。大阪ってあれだよ。あれだ。ふわっちのフォローもありがとうね、みんな。ありがとう。風船ありがとう、さやさん。風船10個ありがとう。ニャコバーガーありがとう。みんなありがとう。あざまーす。ありがとう、みんな。フォローしてくれた？ニセバエさん。金梅さんのサムネはほんとインパクトあるよな、これ。エルさんありがとう、風船。エルさん初見さんかな？おおありがとう。ありがとう。サボちゃん、ありがとう。ハンナビ。おお北口さん、ありがとう。ハンナビ、ありがとう。あざーす。
初見さんか、ありがとうね、初見さんなのにアイテムくれて。もしよかったらエルさんもフォローして。よろしくね。カッシュ、ありがとう。なんくるないさ。なんくるないさ。ありがとう、カッシュ。ボンマスありがとう、風船。みんなありがとう、アイテム。どうしようかな、今日。ゲストハウスに泊まろうか、快活クラブ泊まろうか迷ってんすよね。快活クラブ、うん、あー、そっか。漫画喫茶っすね。快活クラブ。微妙っすか。自由空間。自由空間も快活の向こうにあるんすよ。あー、そうなんですか。快活はもう最近できたばっかり。快活いいんすよ。アイスクリーム。綺麗なんですよ。アイスクリームあるし。俺は快活の方がいいっすね。うん、っていうか快活で僕バイトしてたんですよ。あ、そうなんですか。あ、じゃあ裏側知ってる。知ってるんですよ。で、あそこ教育しっかりしてるから。あ、そうなんです。そうすると超綺麗、すごい丁寧なんですよ。あの洋服の青木なんか青山のグループなんですよ。あ、そうなんですか。だからしっかりした会社なんで信頼できるんですよね、あそこ。うん、アンチ負けないよ。バイさん、風船ありがとう。ありがとうね、みんな。でも、こっちに泊まるんだったらゲストハウスもありかなと思ってたりして、せっかくなんで。ああ、そうだ、まあ。愛人さんと。ただ、金盗まれたり物盗まれたりしたらアウトじゃないですか。怖いっすね。機材高いんで。だからちょっと迷ってんすよね。誰かがなぁ、ホテル取ってくれたらなぁ。誰かが。まだ早いか。まだ早い。ホテル取ってくれる人いるんですか。俺はいない。ただ、もう、ヒカルくん、やっちょ、金梅さん、あと、まあ、テルはもう、全員、取ってって今みたいに言ったら、はい、取るよ、取ったよ。どこがいいの、ね、いくらぐらいのがいいのってみんな取ってくれる。ね、誰か取ってくれないかな。クレジットカードで。快活空調、いや、それ店舗によるんだと思います。あのね、成田の店舗で働いてたんだけど、1店舗良くなかったっす。それはね、店舗です。完全に。ミュールありがとう、風船11個。あざーす。しっかり空調効いて、だからね、そのテナント、空きテナントによると思う。あの、いいんですよ。ロイヤルスイートで。沖縄の一番高いホテルで。そしたら俺もうスーツに着替えても成功した風に配信やるから。対談風？インタビュー風にやるから。僕が配信を始めたのは有名になりたかったからですよ。わかりますか？有名になりたい。ワドは。わざわは。チャンネル登録ありがとう。うん、レオさんいらっしゃい。金馬さん、偽物だよ。うん。おかえり。小さい気がする。いいんじゃん。あ、ほんと小さいね。小さい。顔でかいから。うまいこれ。あー、ありがとう。うわ、優しい。優しい。俺の皮膚病。俺のこのただれた皮膚。見て、みんな、ただれた皮膚。グロいよ、結構。全身こんな感じでぶっつぶつだ。やばい。やばいでしょ。やばいでしょ、みんなこれ。めちゃくちゃなのよ。もう皮膚弱いのよ。やった全身満喫いいじゃん満喫いいよね満喫にします火傷じゃない汗も、汗も汗も効くよねそれ効く効くニキビ吹き出物の畑火傷ひび霜焼け、赤切れ、傷、水虫、インキンタムシ、白雲、も効かねえじゃねえかよ。ニキビ、ピデモの、畑、やけど、ひび、霜焼け、赤切れ、汗もんはないの？いいや、塗ろ。効く効く。効く効く。かゆい、もうボロボロ、全身。皮膚めっちゃ弱いのよ。日焼けじゃないの、汗もなの。夏場は絶対なんの。ただ沖縄でいつもよりひどいの陰菌治るって俺陰菌じゃねえよ誰が陰菌だよありがてえありがてえかゆみが嘘みてえだほえたまらねえインキンタムシだねなんかそ
すごい中国人がいっぱい手にかかってたの。ね、やべえなと思いながら。汗もステロイド入ってるやつは効くけど体には良くない。そうなんだよね。ステロイド入ってないから。俺もう VG ってやつステロイドだと一発で治んの。二日くらいで治んのよ。ほんと一発。ただ、子供の頃からそれを塗りすぎて皮膚が薄くなっちゃってんの。だからこうやって荒れちゃうの。そう。さっきその話したのよ。人気じゃないです。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてね。人参しりしりさん来るのかな。いや来ないって。来ないって。旦那さんと結婚してどれくらいなの。1年ちょっとです。おー、新婚でいいじゃん。いいね。こっちで出会ったの。はい。へえー。決め手は自衛官。いや、金の話してないから収入の安定とかの話してないから。決め手、女って怖えな。決め手は何って。俺さ、もっと素敵なプロポーズの話聞けると思ったらさ、自衛官っていう自衛官っていうワードが出てきたの。安定のボーナス。まあね。しかもあと退職金ね。退職が早いっていうのが一番なんて。え、退職早いの。54です。あ、そんな早いんだ。早い。自衛官退職金って聞くよね。計算してるけど、前昔に比べたら落ちてきてる。あ、そうなんだ。結局金の話食いついてんじゃねえかよ。俺明日帰るよ。明日帰る。え、もうベッドベッドだよ。もう全身ただれてるから。もっと大きいの買えばよかった。うん、大丈夫大丈夫。邪魔にならないぐらいの器にしてもらって。いや、それナイス気遣い。本当にね、もう。お、酢醤油いらっしゃい。臭い大丈夫っすね。臭い大丈夫。大丈夫大丈夫。さあ、沖縄最後の夜何しますか。沖縄最後の夜ね、俺寝てないんだよ。だから床屋に行って寝ようかなっていうのが俺のプランなの。朝一の便なのね。あー。なんかおすすめある？沖縄。ここら辺は何もない。ここら辺ないんだ。ない。ないっすね。逆に何があるの？そのここら辺がなかったら。基本沖縄は夜はボウリングするかビリヤードするかカラオケ1個飲みに行くか、うん、かドライブするか、この5択ぐらいしかない。普通何にもないから。何もないですね、うん、でもさ、別に東京でも同じじゃない？何ある？なんかあ、でもほら電車があるから終電までにとかいうのがあるじゃん。あるある。沖縄はないから朝までなんだ、うん、すげえなそれ。前もそのヒカルさん来た時、朝一の飛行機乗せるっつって、うん、オールでスマホ乗せたもん。あー、だから今日オール髪切るんじゃないの。髪そこで切ろうかなと思って。髪切ってもいい？みんな許可制？え、全部許可制。ホテルに泊まるのも何するのも全部許可制。リスナーさんに聞かないと物事進まない人生だから。いや、なんかの重症患者みたいになってる。これ髪切っていい？オール？風邪ひいてんのに。マジかお前。どのくらい切ろうかな。アシンメトリーにしようと思ってるから、サイドはいつもこうバッて刈り上げて、こっちの下の部分は刈り上げてんの。もう伸びちゃったけど。で、ここの長さとこっちの長さを変えてるのね。そんなめんどくさいことやってくれんのかって話だよね。やってもらうけど。先っちょ的にはどんな感じなのよ、今日は。何にも考えてないの。とりあえず行ってみっかみたいな。そういいね。そう、何にも考えてないのはいいよ。
短い方が似合うよね。そうなんだよ、あの俺のデコ広いじゃん。でここがなんかピョーンってなってくるの、ここが。これすごい嫌いなの俺、ここの毛。こいつがすごいカッコ悪いの。ここをピタッてしたいの俺は、ここピョーンってなるの、ここ重要だから。ここね、ここがこうなるだけでもう3割増しの。どうしようか、髪切れの1時間ぐらいかかるもんね。だるいもんね。帰るでしょ。コッシーのみとか、それが一人で飲んでる。全然余裕。ヒカルくんが8時から国際通りリアドツマツ。へぇ。お、どうもどうも、麦さん。いらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。麦ってどの麦？台風の目2つと金魚の糞が上陸予定。ああ、八千代と光と荒野だね。ああ、荒野も来るんだ。そうやってる。荒野かわいいよ。酒飲まなければ。あの子最近ですね。もう1ヶ月くらいです。1ヶ月くらい。俺は光くんと、あの、やつに誘われない限り絡まんよ。さっきも言ったけど、もうなんか向こうのリスナーになんかワドいらないとか言われるたびに傷つくから。いや、デジャバリとか売名とか別に俺困ってないから。別に。あ、友達なんだ、麦。私の相方。相方って何？相方、なん、シーサーみたいな。シーサーみたいな感じ。口が閉まってる方がメスでしょ。え、シーサー、あのそこに桜坂って言ってちょっとゲースポットがあって、そこの公園のシーサーはどっちも口半開きで抱き合ってるっていう。へー、珍しいね。マジマジです。あ、さすがと思って。すげえな、修学旅行。金持ってんな。ヒカルくんともヤツオとも仲いいのにリスナーが認めてくんないんだよね。やっぱニコ生のイメージ強すぎるんだと思うの。だからもういいやと思って。うちのリスナーさんもさ、嫌な思いするから、それが一番嫌なのよ。俺も嫌な思いするけどね、応援してくれてる人、ワードも何にもやってないのになんでこんな叩かれてんのみたいになったらさ、 DM とかすげえ来るし、誘われたら行くけど俺から絡むことは、絡む気はない。サクッとらいらっしゃい。声で分かった。キャリーさんフォローありがとう。ふわっち、キャリーさんありがとう。初見さん、キャリーさんありがとうね、フォローよろしく。なめたけさんもフォローありがとう。あら、かわいい。かわいい子さん来てる。お疲れっす、ひろみさん。じゃあ、あと20分したら俺、あの雑談20分やったら、髪の毛切りに行ってくるわ。ちょっと。心さんありがとう。心さんありがとう。あと、もしよかったらツイッターもフォローしてね。よろしく。ここいろんな人が通るから面白い、見てて。人間観察にはいいよね。とんでもない美人とかいるもんね。かわいい子とか。かわいい、沖縄のさ、目クリックでしたかわいい子もいるんだ、本当に。初見じゃないけど初コメ、あやちゃんありがとう。あ、テルチャンピンの枠でテルリスナーなんだ。ありがとう。よろしくね、これからも。
すげえ黒い人がいる。すげえ。あ、日焼けじゃないでしょ。日焼けだよ、あれ。日焼け、うん、サーファーだね。やば。すげえ。すごいね。ヒロ君は勝つ。沖縄だよ。もう1週間いる。沖縄だよ。何？そこの反射わかる？そこの反射。そこにいる人ってさ、俺らの二人にここに誰かいるみたいな怖くない？あ、俺の角度からなんか、何これ心霊現象って言って、すげえ怖かったんだよ。こういうので間違える。幽霊と。ああ、写真撮るとね。おお。ネックレスこれ。心霊配信多いっすよね、最近。誰？心霊配信多くないっすか？配信でしょ？配信でしょ。エビゾーさんが当てたよね、それで。これ気に入ったの。もう、買った。これ羽でパタパタ、こう、羽が動くの。どうでしょう、飛ぶんだ。あとブレスレットも買った。うん、いいよいいよ、料理作りながらね、耳のお供に、うん、キャスもやってんの。だってだってフワッチだけだって、マルコさん。そう、おついのが好きなの。いかついのが。でもこれカスタマイズしてくれたんだよ。あの、後ろもね、ネックレスになって、後ろも、バジュラって、こういう風になってる。あー。そう、くっつけてって言って。もっとこの辺のネックレスだったの、もう長い。で、短いの好きなら切ってっつって、で、切ってくれて。余ったチェーンで、後ろつけて。つけてくれた。ミートペンね。ミートペンネ、美味しそう。ミートペンネって何？食べ物？ペンネ。いや、食べ物なのはさすがにわかるけど。ペンネ、ペンネ。ペンネって何？ショートパスタ。あー。穴開いてるやつ。はいはい、美味しいよね、あれ。ランニーいらっしゃい。お、主婦たち多いね。和道ギャルズ。奥様方が。年齢層高いよな、ほんと。バーガープレゼントありがとう。じゃあ皆さんそろそろお別れしますか。僕は髪の毛切ってきて、帰ってきたら放送します。皆さんお疲れ様でした。最後にアイテム投げてくれる人はアイテム投げてください。お疲れ様です。ありがとう。お疲れ。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。